今年は野沢菜が立派に育ちました。野沢温泉村でこの時期の風物詩、お菜洗いが始まっています。野沢温泉村の山にも雪が積もり、冬の到来を告げています。こちらの民宿では軽トラックにお湯が張られ、お菜洗いが行われています。野沢菜漬けの仕込みは村内の共同浴場や民宿の軒先で今週から始まりました。大きいですね。この夏というか、まいて種まきしてから気温が高かったせいですかね。では体験させていただきます。これはあったかいですね。豊富に湧き出る温泉やお湯で洗うのが野沢温泉村の伝統。汚れや虫を落とすには暖かい方が良いそうです。茎に付着した土をこすって洗っていきます。ぐって開いて洗えてるのかな。どう洗えたかな。洗えたと思います。しっかり目で見て、土がもうついてないんで。結構重たいですね。一個が大きいんですよ。うんね。本当に茎も立派で。ね、野沢菜はね、このくらい大きくないと。野沢菜。昨日収穫した150キロを洗い終えると、早速大きな樽で漬け込みます。これは多分どこのうちも一緒だと思うんですけど、初雪程度に降ります。塩をね。今日ちょっと雪降ったんで、ちょうど初雪ぐらいの。塩と唐辛子、そしてこの民宿では。赤ちゃんの頭ぐらいのお味噌を中に入れてですね、本当にシンプルな漬け方ですね。パキパキって。感じの美味しそうな歯ごたえのある野沢菜になりそうです。郷土の味は1ヶ月ほどで食べ頃を迎えるそうです。